無職ドロダでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっ、マシャイ。本日は AGA 治療8ヶ月目回復の兆しというテーマで話していきたいと思います。見てほしい方は AGA 治療を考えている方、テレビくんの頭皮が気になる方、非正規で100万円貯めた方法を知りたい方、無職の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。このチャンネルでは無職ドルオタ34歳ボカロ P が100万円貯めた方法、 AGA 治療の経過報告、ファイヤーを目指す過程だったりなどをアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。 AGA 治療8ヶ月目の定期報告動画になります。5ヶ月目から報告動画を上げれていなくてすみません。薬の方は欠かさずに継続して飲んでいたんですけど、仕事の関係で上げることができずにいました。この薬はですね、ジェネリックのデュタステリドというものを1日1錠飲んでます。値段は1ヶ月分30錠を5960円で近所の泌尿器科さんから購入しています。それでは早速8ヶ月目の経過を報告していきたいと思います。で、頭頂部の方をまずはご覧いただきます。だいぶ生えてきたのではないでしょうか。生まれつきですね、つむじが2個ある関係で、でちょっと、頭頂部薄くなってないって感じなんですけど、これはもともとがこの状態なので、キープできているかなとは思っています。で、そうですね、分け目とかもう分けちゃうと、もうスカスカで、もう頭皮丸見えみたいな感じなんですけど、もう今は全然もうそんなことなくて、もう全然上から見てもつむじ以外はあんまり見えないよねっていう状態になっています。で、さらに、ちょっと寄り目で撮った写真があるのでご覧ください。自分的には頭頂部はさほど気にならないですね。で、お医者さんにも最初の診察の時に、同じように頭頂部は気にならないとおっしゃってくださったので、いいかなとは感じています。それで続いては生え際です。で、今日撮った写真が、4月と比べてちょっと明るいところで撮ったので、で、4月と変わってなくないと思われるかもしれませんが、実際は髪の密度は上がってきているという実感があります。で、薬を飲み始める前はもうスカスカ で前髪をワックスとケープでかなり固めてセットしないと、もうハゲが見えちゃうっていう状態だったんですけど、もう今はもうかき上げなかったらハゲは全く目立たずに、軽く流すだけでセットできるし、で、ハゲてるのは見えちゃわないかなっていう心配もすることはほとんどなくなりました。で、これが今の普通のノーセットの時の状態になります。で、天パなのでもじゃもじゃ感がありますけど、この状態ならもう外に出てもハゲだと気にせずに歩くことができます。で、髪質ももう明らかに変わってきていて、で、お風呂に入った時に抜ける毛とか引っ張ってみても、もう前より腰のある太い毛が戻ってきているっていう実感を感じています。で、始める前はですね、もう生え際がもうやばかったんですけど、もう密度も徐々に上がっていくのが分かって、もうこれからも継続していこうと思いました。で、健康状態ですね、もう健康状態も全然変わらずに生きているので、もうそこもあんまり気にしてないかなって感じです。よく性欲減退とか言われてますけども、性欲もめっちゃあり余ってて、
でちょっともうエッチなお店行きてえなみたいな感じのテンションでもいます。でもう始めてみて、で少しずつでも効果が現れると、もう悩みを解消するために自分は進んでいると思えるので、でもう薄毛を気にする時間も徐々に減ってきています。で悩みを解決するにはもうやっぱり行動するのが一番だなと感じました。でこの動画を見て、で今薄毛に悩んでいて AGA 治療を始めてみようかなと思っている方の参考になればとても嬉しいです。で AGA 治療のシリーズは定期的に上げていくので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲ニートで痛いです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリスト公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。した。もうニートで、ニートで、ニートでいたい。怒られるの嫌だし、朝起きられない。もうニートで、ニートで、ニートでいたい。今日一日楽しかった。